皆さん盛大な拍手をお願いします。それでは新入団選手の皆さんよりファンの皆さんへ初めてのご挨拶をということになりますね。来シーズンに向けての意気込み、抱負をそれぞれ伺いましょう。まずは渡来選手からお願いいたします。皆さんこんにちは。エネオスから来ました、渡来大輝です。内野と外野をやってます。自分は元気を出して、皆さんに幸せを届けられるように全力で頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは。愛知県の名城大学から参りました松本亮太です。ポジションはピッチャーです。気迫あるピッチングでチームの優勝に貢献したいと思ってます。応援よろしくお願いします。甲子園でさ球場に行ったこんにちは。山形中央高校から来ました武田力です。ポジションは投手兼外野手です。一日でも早くチームの力になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。マジで頑張れ。こんにちは。豊田大学から来ました石上大輝です。内野手やってます。チームの優勝に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。こんにちは。中央大学より参りました石上太郎です。昨日会見でモノマネが得意と言ったんで今日先輩の牧選手のモノマネを披露したいと思います。Good job!
ちは。岩手県の仙台北上高校から来ました近藤です。ポジションはキャッチャーです。元気で明るく、野球をします。すいません、お願いします。ありがとうございました。改めて新入団選手の皆さんに大きな拍手を送ってください。頼もしい。ポジションの選手がたくさんいましたけれども、